本日は今泉健太郎プロにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。軽量シャフトになってまして、重量が 50g 前後になってます。実際にはシニア層やちょっと競技志向の女性の方とかですね、非力な方にも非常に適しているようなシャフトになってますので、そういう人に向けて使っていただきたいなと思います。しっかりしなってくれるんですよね。しっかり普通しなりが出た時って基本戻りが悪いのが多いんですけど、しっかり戻ってしっかり戻ってくれるっていうようなシャフトになってます。軽く打っても飛びます。でちょっと打ってみながら見てみたい、見せてもらいたいと思います。はい、軽く打ってみます。軽くっていい数値出てますね。そうですね。どうですか、この数値は。ヘッドは10度の割には、バックスピードも2500ぐらいなので、これ自分に合うロフトの角度にしていけばもうちょっと飛距離伸びるのかなっていう感じですかね。ありがとうございます。あんだけ軽く振って300出るんですからね、素晴らしいですね。そうですね、シャフトの性能ですかね。シャフトの性能ですかね。リボルバーに関しては切り返しが速い人じゃなければ基本あると思うので、そういう人たちだったら特に注意することはないと思うんですけど、切り返しがどうしても強くとか速くなってしまう人は、そういう人は基本的に、右手が基本的に強く入りがちなので、右手の親指人差し指小指この3本抜いてもらって、この2本でこうやって引っかかって持ってる、それぐらいにしてもらって、あとはそのまま振ってください。軽く振ってみます。外した状態で。こんな感じですかね。外しててもしっかり飛んできますね。そうですね。基本的には右手が引っかかって、これ支えてる状態。支えてる状態ができて、左手でしっかり振っていってあげれば。左腕一本だと体先に行っちゃったらまず当たらないので、左腕一本だったらカウントできない方向、そんな感じですよね。イメージで振っていくような練習をしてもらえれば、リボルバーでも使えるようになると思います。ありがとうございます。飛ばしていくとき、練習といえば、先ほど親指人差し指小指でしたけど、両手の小指外しとくっていうのが一ついい練習にはなるので、絶対的に小指使わなかったら力むことができないので、まず手首の力を抜くこと、こうやって回せるぐらいですかね。これぐらい柔らかくしとく。これをギュッと握ってしまうと周りがすごく悪くなっちゃうので、小指外したぐらいでこうぐるっと回るぐらい柔らかく手首をしとく。こういう脱力が飛ばしには一番有効的かなと思います。こういう脱力が飛ばしには一番有効的かなと思います。最後にちょっと一発打ってもらってもよろしいですか。はい。でこれは軽くしっかり。ちょっとフルな走りです。フルな走りです。347ヤードっていう数値ですけど、そうですね、しっかり振っていっても、見てもらったとおり球が全然暴れないので、むしろしっかり振っていった方が曲がりが少ないのかなとも言える、だからこそドラコン選手でもトップの選手なんか使ってたりするので、そういう人たちが使えるっていうような、理由がこれで分かるかなっていうふうに思います。軽く振ってもしっかり振っても、いけると。そうですね、しっかり振っても暴れはしないので、しっかりしなってくれてもしっかり戻ってくれる、そういう信頼感があって、ドラコンのトップ選手たちも使っているのかなって思います。ありがとうございました。本日は今泉プロにリボルバーについていろいろ伺いました。ありがとうございました。